こんなの東京じゃなかなか見られないよね。綺麗。上原さんの方が綺麗だよ。何気ざたらしいこと言ってんのよ、吉川のくせに。上原さん。何よ。実は僕、ずっと前から君のことが。そんな、ダメよ急に。まだ心の準備が、準備が。ああ。夢。なんで私が吉川の夢なんか見なきゃいけないのよ。寝起きレポートやってんのよ、この変態教師。大成功。ほら待ちなさい。D も取れた。こら待ちなさい。おはよう上原さん。おはよう。何目そらしてんのよ。私何やってんのよ、こんなに朝早く。うん、なんか目が覚めちゃって散歩してたんだ。朝日がすごく綺麗だよ。上原さんも見てくれば。どうしてあんたと朝日見なきゃなんないの。どうしたのよあんこ。なんでもない。何意識してんのよ、あんな変なチョコ男。ゆべちょっと怖い思いしちゃったから変な夢見ただけよ。そうよ、そうに決まってる。ダメですよ教頭先生、ちゃんと寝てないと。寝てなどいられるか。もし私がいない間に何か問題が起きたら。大丈夫ですよ、移動教室も残すところあと1日。明日は飛行機で東京に戻るんですから。生徒たちのことは私たちに任せて、教頭先生はゆっくりお体治してください。ゆっくりか。そういえばここ数年ゆっくりと過ごしたことなどなかったな。平日は職員や生徒たちの問題行動に目を光らせ、日曜日には接待ゴルフ、たまの休みにゆっくり寝てればいつまで寝てんのと掃除機で頭を吸われ、挙句の果てには風呂掃除だ、草むしりだ、靴磨きだと仕事を押し付けられる。心休まる暇などない。残すところあと一日か。そうよ、あと一日よ。勇気出して行くしかないって。でもなんだかドキドキしちゃう。大丈夫だって、あっちだってそういう展開期待してんだからさ。何の話？はい、お待ちど。男よ男。移動教室の最後にいい思い出作りたいじゃない。だから今夜男の子呼び出して告白しようって。マジ？実はもう一組の男の子とアポ取ってあるんだ。あんこも来る？あ、私は危ない。見たか俺の弾丸サーブ。やりすぎだっちゅうの。ごめん、大丈夫？吉川は大丈夫。あんこ平気？ごめんね、本当に。謝って済むと思ってんの？あんたのせいでかき氷ダメになっちゃったのよ。弁償よ弁償。ごめん、今買ってくるよ。待って、ついでに私たちの分も買ってきてよ。え？当然でしょ、私トロピカルね。宇治金時よろしく。いいよ気にしなくて。かき氷ぐらい弁償なんて、私もぼーっとしてたしさ。あ、あんこ？吉川！何やってんだ！次お前のサーブだぞ、さん！早く行きなよ、バカ呼んでるよ。ありがとう。どういうことなの？何が？妙に優しいじゃない、吉川に。そんなことないって。ほら、鬼塚見てるし。無理やりおごらせたなんてバレたらまた何されるか。確かにそれはあるよね。
じゃあさ、部屋に戻ってこっそり吉川の荷物全部捨てちゃうのはどう？いいね、あいつまた泣いちゃうかもよ。やめようよ。その部屋で荷物なくなったら真っ先に疑われんの私たちじゃない。どうしたのあんこ、あんた絶対変。昨日吉川と何があったの？何言ってんのよ、何もないわ。まさかあんこ吉川のこと？嘘、信じれねえ。違うわよ、どうして私があんな変なチョコ男。それもそうよね。あんな箸にも棒にも引っかからない超オタク男、好きになるはずないわよね。こいつ。あんこどうしたのかな。さあ、何が移動教室の思い出よ、バカみたい。思い出ならシーサーの置物でも買って帰れって言うんだよ。あ、ねえ見て見て、恋の願いが叶う砂だって。わあ、ほんとかわいい。私これ決めた、買っちゃおう。私はこれ、恋の願いが叶う。お、上原、何見てんだ。土産物探してるのか。何驚いてる。お、星の砂か、いいじゃないか。見てないわよ、そんなもの。上原はどういう願いを叶えたいんだ。だから見てないって。照れることはないぞ、先生に相談してみたまえ。この袋だ、体育教師としていつでも生徒の悩める心のはけ口になるつもりだ。なーに恥ずかしがるな、涙は心の汗だぞ。一緒に夕日に向かって走れば嫌なことなどいっぺんに飛んでいってしまうぞ。見よ、この私の鍛え上げられた力を。うわ、ね見て、ペアで持とうネーム入りペンダントだって。かわいい、買っちゃおうかな。へー、あ、こんなものにまで星の砂が入ってるんだ、面白い。何やってんのよ私。ダメよ、そんなものに頼ってちゃ。好きなら好きってちゃんと言わなきゃダメだよ。あいつ優柔不断なんだから、こっちから積極的に押し切るしかないわよ。でもさあ、そんなもの置いて。大丈夫、私が応援してあげるから。ちゃんと自分の気持ち伝えないと後悔するよ。そうかな。どいつもこいつも浮かれちゃってバカみたい。君が欲しい、やっちゃえ。沖縄最後の日を病室で寝巻き姿で過ごすことになろうとは、夜年並みには勝てないということか。大学時代にワンダーフォーゲル部で鳴らしたこの私が情けない。そうだ、元はといえば鬼塚のせいだ。あいつが生徒たちを無人島などに連れて行かなければ、私だって無茶をして水上バイクで後を追うこともなく、入り表まで暴走し定置網に引っかかるなんて失態を演じなくても済んだんだ。おのれ鬼塚め、やはり奴はクビだ。経費削減のために私の出張費、交際費を削るぐらいならあいつをリストラすべきなのだ。今の時代無能な人間を雇っている余裕などない。はい。あの、お見舞いに来たんですけど。お見舞い？わざわざ私のことを？心配だったんです、倒れたって聞いたから。でもよかった、顔色もいいしお元気そうで。なんということだ、担任を持たなくなってすでに10年、私を慕ってくれる生徒など一人もいなかったというのに。お花飾ってもいいですか。ああ、君名前は？朝倉めぐみって言います、4組の。ああ、4組といえばあのクラミジア鬼塚のクラスではないか。どういうことだ。
まさかこの女子生徒、あの男が送り込んだ。仕掛け、ちょこざいな。大方あの花かなんかに仕掛けがしてあるんだろう。蜂か、それとも飛び出しナイフか。くそ、騙されるものか鬼塚め。貴様が送り込んだくの一ごときにやられる。この内山田ではないぞ。ああ、もうせっかく積んできたのに。色仕掛けか鬼塚。移動教室の最後にいい思い出作りたいじゃない。だから男の子呼び出して告白しようって。いい思い出か。どうしてそこで吉川が出てくんのよ。もう、あやだ、かっこいい男の子もっといっぱいいるのに、どうして吉川なわけ。私もしかして本当に吉川のこと。どうしよう。つかなくて、あの、うるさいわね。早く出てってよ。早くってば。もう、はい。あんこ準備できた。お邪魔しました。ちょっと待って、これは誤解だってば。ちょっとどうしてくれんのよ。 あいつらまた誤解しちゃったでしょ。ごめんなさい。何？沖縄最後の夜じゃない？あんた出かけたりしないの？うん、菊池くんは村井くんたちと一緒に花札やってるみたいだし。そうなんだ。あのさ。え、何？もしよかったら二人で。え？だから二人で沖縄最後の。吉川くんいますか？え、ええ。ちゃんと自分の気持ち伝えないと後悔するよ。なんで私は。頑張ってね。え、上原さん？それと、今回の移動教室のレポートは2学期になってから回収するって文芸委員がクラスのみんなに伝えてください。え、はい。バカみたい、何本気になってんのよ。相手は吉川よ。吉川じゃない、誰と付き合おうと関係ないじゃない。上原さん。どういうつもりよ。お前好きなんだろ、吉川のこと。何言ってんのよ。ダメ、吉川、吉川、ダメ、心の準備が最低。14万8000円のビデオが。教頭のだけど。うるさい、この盗撮変態教師。ワイドショーに訴えてやる。私の理想はブラッドピットみたいなワイルドな男なの。吉川みたいなヘナチョコ男、好きになるわけないでしょ。何よ、なんか文句ある？男は容姿じゃないとか言いたいわけ？いや、確かに吉川はヘナチョコだ。背だって小さいし力もない。運動神経もゼロ。女に負けちゃうくらい弱いし、おまけに包茎。そういえばまだチンゲも生えてねえもんな。かといって勉強できるわけじゃない。男の魅力はゼロ。何よ、そこまで言わなくてもいいでしょ。素直じゃねえな。上原、恋愛ってのはな、自分の素直な気持ちをさらけ出さないとできないもんなんだよ。自分が傷つくのを怖がってるガキは人を好きになる資格なんかねえんだよ。私は別に吉川のことなんて
何よ。とことんひねくれた女だよお前は。よし分かった、俺がその根性を叩き直してやる。俺に任せておけってな。なんとすがすがしい気分だ。こんなに気分が充実したのは久しぶりだ。汚いぞ鬼塚。いくら私がイメクラで教師と女学生プレイを希望したことがあるからといってなめんなよ。こんな誘惑に乗るような私では。ねえ先生、私のこと覚えてます？何言ってるんだ。私は君のことなど。やっぱり覚えてないんですね。あの時私に話してくれたこと。話だと？知らんぞ。だいたいどこの店の子か知らんが、法律的には無効で。先生が私にしてくれたひまわりの話。え？やっぱり覚えてないんだ。私あの時すごい感動したんですよ。私転校生で誰も友達がいなくって、もう本当に泣きたいくらい悲しくって、休み時間なんかよく一人でひまわりの花壇の前にぼーっと座り込んでいたりして、そしたら教頭先生私のところに来てこう言ってくださったんです。君、ひまわりはどうしてひまわりというか知っているかね。それはいつも太陽に向かって咲くからなんだ。東に向けば東、西に向けば西、お日様を探して咲く花なんだ。毎日にっこり黄色い花を咲かせるんだ。だから君も辛いことがあったらここに来て、ひまわりに毎日話しかけるといい。そうすればきっと君も元気になれるはずだ。その言葉で私ハッとしたんです。そうか、私花にも負けてたんだなって。だからそれからなるべく笑顔を絶やさないようにしたんです、あのひまわりのように。そしたら友達もいっぱいできて。本当に教頭先生のおかげです。教頭先生に勇気をもらったんです。私もいつか先生みたいな人に勇気を与えられるような先生になりたい。恥ずかしいですね、面と向かって。それじゃあ私これで。早く良くなってまた勇気をください。失礼します。何をしているんだ私は。生徒を疑ったりして、うまくいかないことがあると私は生徒を憎み、同僚の教師を憎み、社会を憎んでいた。悪いのは人を信じられなくなったこの私じゃないか。29年前、あの教育の理念と希望に燃えて門をくぐった私はどこに行ったんだ。やり直そう、初心に帰って。教師として、人としてまだ純粋だったあの頃の私に戻って、一教師として。ああ、沖縄最後の夜なのに、どうして私が教頭先生の看病をしなきゃなんないのかな。鬼塚先生もいなくなっちゃうし。失礼します。冬月先生、私そろそろ帰ります。いや、あの、お体の方は大丈夫です。この通りピンピンですよ。それに今の私はすっかり生まれ変わった気分なんです。教師にとって一番の薬は生徒たちの明るい笑顔を見ることですよ。教頭先生。さあ行きましょう。ふえつきちゃん、探しちゃいましたよ。こんなとこにいたんすか。ちょっと手伝ってほしいことがあるんです。教頭先生か。ああ、いいからいいから、お願いしますよ。鬼塚！きしょー！全員起きろ！起きろってな！起きろー！なんだよ、なんだよ、こんな夜中に。一体何事？バカ野郎！厨房になって前、夜更かしの一つで切れてどうする？ほらほら、早く起きろ、ほら！沖縄ラストナイトを飾るスペシャルイベントの始まりだぜ！スペシャルイベントって一体何を。まさか
ちの未来はどこへ飛んでゆくのだろうか。きっと果てのない旅だからひたすら飛んでゆくだけさ。どうしようもなくやるせない毎日を止めてくれたら、あんたの言うことすべて何でも聞くさ。財産がいくらあっても何か足りない俺たちは変わらない。この風と匂いが全てなのさ。俺たちの明日を今も探してるところ。笑っちゃダメだぜ、本当にどこか消えそうだから。俺の男女ペアでな。男女ペア、手を離せ。好きで好きでしょうがないんだから。ウミガメ